マオさん、何もお店の近くで待ち合わせなくても。お、お仕事お疲れ様。だって少しでも早く会いたいんだもの。マオさん、あ、この前はすいませんでした。チャーハン失敗しちゃって。もういいのよ、あれはあれで美味しかったわよ。スイーツみたいで斬新な味だったわ。じゃあ映画に行きましょうか。あれチケットがない。落としたかな。すいません。いいのよ、窓口で買いましょう。こんなに素敵なものくれたんだから私がおごるわ。あ、それつけてくれてるんですね。ありがとうございます。もう40のおばさんにこんな可愛い指輪、本当に似合ってる？世界で一番似合ってますよ。本当はもっと高いのを渡したかったんですけど。その気持ちだけで十分よ。でも本当にいいの？私みたいなおばさんに。真央さんはおばさんじゃないです。俺本気で結婚したいと思ってますから。ゆうたくん、ありがとう。あ、ねえ、あんた確かさっきのやつの父親だよな。ユウタが結婚？そんなバカな。おい、しっかりしろって。すまねえ、迷惑かけちまったな。俺は田中徳郎、ここで中華料理屋やってんだ。春日一番だよ、気にすんな。あんなところで倒れられたら見過ごせねえよ。ユウタのやつ、半人前のくせに女にうつつを抜かしよって。まああの年なら恋の一つや二つするさ。応援してやれやいいじゃねえか。ダメだ、あいつはもっと料理の腕を上げてうちの店の後継ぎになってもらわにはならねえんだ。それなのに恋愛だのなんだのにかまけてる暇なんてないんだよ。それに相手も40って、親子ほど離れた相手じゃねえか。恋に年の差なんて関係ねえだろう。いや、あいつには俺と同じような思いをしてほしくねえんだ。どういうことだ？実は俺の嫁さんもだいぶ年上でな、あいつがまだ小さい頃に先立たれちまってよ。置いてかれるってのは本当につれえんだ。あいつにはそんな思いさせたくねえんだよ。気持ちはわからないでもねえけどよ、人間いつ死ぬかわからねえんだぜ。本気で愛し合って幸せならそれでいいじゃねえか。だけどよ、あの常連さんバツイチだって言うし、人生経験がユウタとは全然違うだろう。ユウタみたいな半人前が釣り合うはずはねえ。もしかしたら遊ばれてるのかもしれねえ。考えすぎだと思うけどな。中須賀さん、こんなこと頼むのも悪いんだけどよ、あいつに詳しい事情を聞いちゃくれねえか。え、俺が？俺あんたの息子と面識もないんだぜ。俺が直接聞いても答えてくれねえだろうし、
俺自身も冷静に話せそうにねえんだよ。それにこんな恥ずかしい相談できるやつもいねえし、礼はするからよな。しょうがねえな。確かに俺もちょっと気になる内容ではあるしな。すまねえな。今度あいつが店に立ってる時にでも話をしてくれねえか。分かったよ。近くに寄った時に話を聞いてみるよ。なあ。はい。ん？ああ、はい。ほう。お、ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。待った。待て！おい。すみませんでした。はい。え？
おう。おい。何から何までありがとうな、春日さん。気にするなって。いや、あんたには世話になりっぱなしだ。これはせめてもの礼だ。受け取ってくれ。あいつ一丁前に物事を考えるようになってたんだな。まだまだ子供だと思ってたのによ。さっさと一人前になって親離れしてほしいと思ってたが、離れられなかったのは俺の方なのかもしれねえな。ただいま。あ、春日さん、どうも。おう、おかえり。なんだよ父さん、またお説教。ユタ、チャーハン作ってくれねえか。ちょっと小腹が空いちまってよ。え、自分で作れば。作ってくれよユタ、俺の分も一緒にな。え、はい。お待たせしました、チャーハン2つ。お、なかなかうまそうじゃねえか。どうだかな。いただきます。結構いけるぜ、これ。砂糖と塩間違えるやつの料理とは思えねえよ。ちょっと成長したんじゃねえかユータ。ありがとうございます。なあ、どうだ親父さん。確かに上達はしているが、まだまだだな。じくじょう、このチャーハン随分としょっぱいじゃねえか。父さん。素直じゃねえな。